遊んでいきたいと思います。あの大人気夜回りシリーズの第3作目がねもうすぐ発売されるということで体験版がね来ました。もうねめちゃくちゃ楽しみにしてました。もう早速ね始めていきたいんだけど、このね夜回りシリーズよくわかんない、全然知らないという方もねいると思います。でもねもう安心してください。この夜回りシリーズ全然主人公とかストーリーとか毎回別なので何もねつながりはないので、安心してね楽しんでもらえればなと思います。でねこの体験版なんかオリジナルストーリーなんだって。だから本編とは全然違うちょっとした小ストーリーなんだと思います。では早速いきましょう。初めから、ごめんムービーが始まったのかと思って、前髪選べるんだ今回。この子が本編の主人公とは限らないよね、オリジナルストーリーなんだもん。わあ、なんかこの前髪見たことある気がするな。待って、どうしよう、こんなの決めれないよ。この姫ちゃんカットにする。髪型わあわあ、三つ編み、三つ編みいいよ。待って、もう三つ編みがいい。はあ、わあ、かわいい。あ、ツインテールもいい。どうしよう。でも待って、私もこう三つ編みがいい。三つ編みがいい。前髪を。ごめんね、ちょっと。もうこだわらせて。わあ、どうしよう、どうしよう。わあ、服。あ、色これか。黒にしよう。アクセ、わあ、アクセサリー。え、二つしかない、でも。これなんか知ってる。似合わないな、この髪型に。カバン、靴、カバン、あ、リュック、見てカバン、ランドセルだ。え、これは何、見えない、ちょっと後ろもうちょっと回転して、これ何、あ、これは何だ、リュック、違う、斜め掛け、ポシェットか、わからない。今度前向かなく、あ、待って、後ろ、これ知ってる、あのウサギ型のポーチだ。あの前作のあのキャラがこういうウサギ型の耳の、多分これウサギ耳のリュックだと思うんだけど、わあ、でもランドセルがいい、ランドセルがいい。わあ、待って、これめっちゃ大変。こんな待って、どうしよう、決められない。髪色はわあ、はい、ではこれでいきたいと思います。はい、ランドセル見て、めっちゃかわいい。はい、では決定。うん、名前を入力してください。じゃあちょっとやるね。あ、待って。4文字しか入れれないよ。待ってよ。ゆきえ。はい。ゆきえも。なんか懐かしい気がしない。ゆきえもっていう名前。はい。これは僕だ。ああ、私だ。私だ。僕だっていう選択肢もあるんだね。動けない。ゆきえも、こっちこっち。うん、すぐ行くよ。できるようになった。走れたりはしてないな。わ、止まっちゃった。あ、 R を押しながら、あ、こっちか。はい、マンホールがある、マンホールなんかちょっと怖いな。はいはい、あ、早く行かないと、ごめん、早速道間違った。方向音痴。あ、 L を押しながら平行移動、平行移動ってなんか使うの。はい、 L を、ちょっと懐中電灯とかを当てながら行くときに、あ、例えばこう下がるときとか、こう押しながらこういう感じで、あのライトだね。例えば多分懐中電灯をちょっと敵に当てながら下がるとかいうときに、こういうムーブがいるんだった気がする。
早く行く。え、どこに？え、ごめんなさい。どこにですか？こっち？あ、こっちだ。いた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 。ごめん、本当方向音痴で。うん。はい。視界内に何かがあると、ハテナマークが表示されます。うん。はい、アクション、アイコン、うん、OK、はい、A で対象にアクションできる、うん、じゃあ A を、あ、待ってたよ、ユキエも、こっち来て、あ、勝手に動いてる、あ、またいるよ、ユキエも遅いよね。私にも懐中電灯ちょうだいよ。私の分は？ごめんね。ちょっと怖くて。そうだよね。こんな夜中にさ、私もやっぱり入るのやめない？はあ、大丈夫だって。それよりさ、窓開いてる。この窓結構高いからはしごが必要だね。うん。なんか私見てるな。はしご探してきてみたいな。確かうさぎ小屋の方にはしごがあったよね。私取ってくるよ。やっぱり一人で大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、一緒に行こう、ってか三人で行こう。離れちゃダメなんだって、こういう時は絶対に離れない。もうホラーゲームの鉄則でしょ。うん、大丈夫、行ってくるじゃないよ。はい、セリフはさ、色でか、色でさ分けられてるんだね。まだ名前が分かんないからさ、最高。うん、うさぎ小屋はどこだ？うさぎ小屋はどこ？あ、いけない。ん？どこだ？どこだ？ちょっと懐中電灯貸してくれませんか？うん。はしごは確か、うさぎ小屋らへんにいつも置いてあったよ。うん、この子は赤なんだね、喋るとね。で、この子は、はい、何色って言ったらいいの？グレー。夜の学校に忍び込むなんてすっごくワクワクするな。学校なんだ、やっぱり。あの噂通り怪奇現象が起きるかな。わあ、やだよ、やだよ、もううさぎ小屋どこよ。もうちょっと先まで、はい、あれ、ごめん、本当に方向音痴なんだから、ごめん。みんな、どこうさぎ小屋、え、あっち行けるとこあった？こっちかな。はい。ん？ちょっと待って、ゆきえ、もう懐中電灯でしょ。早くちょうだい。早く。もう分かってるから。早く。ゆきえも、ほらこれ。うんうん。それそれ。え？くれた？懐中電灯だよ。暗いから持って行って、ありがとう、ありがとう。いいの？ほら、つけてみなよ。はい。え、これか。これ、あー、明るくなった、ありがとう。ねえねえねえ、これさ、パワー違いすぎない？他の二人とパワーが違う。スーパーウルトラ懐中電灯みたいなのもらったんだけど。ありがとう。ちょっと怖くなくなったよ。ね、パワーが違いすぎる。僕ら入る準備整えておくよ。ごめん、君メンズだったのか。ショートカットのボイスな女の子かと思って、ごめんごめん、メンズだった。うん、行ってくる。ね、パワー強すぎる。懐中電灯、懐中電灯のパワーが。あー、でもさ、本当にハイパワーな懐中電灯ってさ、空の上まで届くのあるよね。星をさ、今これが夏の大三角の、これがなんとかで、なん、アルタイルで、ベガでっていう時にさ、あ、にゃに、にゃに、にゃんって言った？あ、はぁ、麦？あ、
自分の猫ちゃんなの？ゆきえも猫飼ってるの？私猫飼ってるの？麦どうしてここに？こっちおいで、一緒に行こう。お腹が空いてついてきちゃったのかな。あ、そうだ、麦のやつを持ってたはず。あ、はい、アイテム。あ、はい、じゃあこれ、はい、使用します。あ、え、そんな、そんな感じ、なんかこっちにおいでみたいな手まで食べに来てくれるって思ってた。あ、もう行っちゃうの、なんで。おとなしくお家に帰ってくれるといいんだけど、餌だけ食べたら帰るなんて悲しい。はい、うさぎ小屋。あ、はしごこれだ。はい、うん、はい、持つことができるオブジェクトの表示。押し続けないといけないのか。これそっか、離したら置いちゃうんだね。あ、離したら置いちゃう。わー、うさぎどこにいる？あ、で、これ持ってる間走れないや。うわー、ちょ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 、いや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 、なんだ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 、なんか今上にいたよね。びっくりした。え、あ、待って、やった。え、なんかこの、こっちに行こうとするとなる。ほら、え、いける？なにこれ、やばい、怖い怖い怖い、出て出て出て、どっちもどっちみちいけないそう。怖い怖い怖い、でん、びっくりした。あ、怖っ。はい、じゃあおとなしくね、うさぎ小屋のうさぎを見て泣く。うわわわ、なになになに、なんだなんだ、え、どうしたの。変な音が、びっくりした。早く戻ろう、うん、でも道、あれ、はいはい、あ、持って持って、ここここ、こんな開いてたっけ。あ、あー、なんでもない、ごめんごめん。もうここなんかはしご持っても走ってほしい、なんか怖い。なんか音をさ、怖いからちっちゃくしたいけどさ、音が重要なゲームらしいから。ゆきえも、おかえり。うんうん、持ってきたよ。はしごちっちゃすぎない？窓に対して、ま、窓に対してありがとう、ゆきえも。さあ、行きたくないけど行こうか。ねえ、学校のあの噂本当なのかな。それを確かめに来たんじゃん。よし、入ろうぜ。放課後のさ、肝試しにさ、ランドセル背負ってくるユキエもバカすぎない？なんか真面目かみたいな。学校行くならランドセル背負ってかなきゃみたいな。うわー、さすがにちょっと怖いね。ねえ、本当にお化けに出会ったらどうする？大丈夫だって。池江も途中で置いてったりしないでね。もう本当にこっちのセリフ、本当にどっか行かないでね。約束だよ。懐中電灯の威力が違いすぎる。うん、わかった。約束だよ、もう本当にね。よし、行こうぜ。懐中電灯の、あ、待ってよ。よし、あ、あ、勝手に動いてる。私、あ、え、勝手に、よし、行こう。私は後ろを照らしながら、私は後ろを照らしながら行くから、君は前を照らしながら行ってくれ。そうだそうだそうだ、どうだ、このフォーメーションバッチシだ。後ろは私が照らしているからな。前は頼んだぞ。ただこれの欠点は早く歩けないところだ。やめよう、早く歩けないもん。わー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 、なんかある。
動かないよ。二人ともこれ見てよ。なんだろう。はい、勝手に動いてる。ん？はい、星のアイコンも拾うことができる。古そうな五円玉が落ちてる。五円玉？それ、なんか変な汚れがついてない？ちょっと不気味だよな。なんでこんなところに？もしかしてこれ、学校の噂に関係あるのかも。そうかもしれないね。よし、まずは一つ目の噂を確かめに行こう。何？一つ目の噂って何？私たちも行こう。うん、ビビってる。待って、こっち気になる。こっち気になる。こっち気になる。見たい。うわぁ、うわ、怖い怖い。怖い、これなんかこの赤いの。はてな、あ、地図？地図が貼ってある。パクってこう。立ち入り禁止。入れないのか、入れるけど入っちゃダメなのか、どっちだろう。うん、全然今の現在地が分かんない。今どこだ、分かんない分かんない。ごめん、私方向地だから。なんかさ、特にいろいろなんか撮ったりしなくていいかな。細かいところ端まで見たりとかしてね、体験版だし素直に。なんでさ、なんで汗汗汗汗ってな。あ、下にあれが、スタミナがあった。スタミナが切れたら動けなくなる。あ、完全動けなくなったのか、イベントが始まったのか、どっちだろう。スタミナが切れた時にさ、完全止まっちゃうのか歩きになるのか知っときたいよね。どうしたの？何？動かないよ。いや、なんかいた気がして。やめてよ。やっぱり帰ろうよ。ダメだよ、噂を全部確かめなきゃ。なんでよ。いいよ。なんで全部た、その噂って知らないで来てる。ゆきえも噂を知らないで来てる。この二人に噂知らないのに付き合いに来ちゃってる。いい子か。一つ目の噂によるとね、理科室の骸骨が動くんだって。まあ定番よね。人体模型だったり骸骨だったり。そんなことを確かめに行くの？あれ、この子も知らないで来ちゃってる。噂なんだろうって今初めて聞いたみたいなリアクションしてる。なんで来ちゃったの？いい子かよ。骸骨は目を閉じてる時だけ動くらしい。目を閉じてる時だけ。だから怖くても絶対に目を閉じちゃダメだよ。人間には瞬きっていう機能がありまして、その瞬きしてる瞬間に秒速何メートルほどで動く骸骨か先に教えてもらってもいいですか。それか片目ずつ行く。右目左目ってウインク戦法で行くか。さあ行こうじゃないって。だから秒速何メートルで動く骸骨か教えてよ。だってさ、5メートルぐらい離れたとこにいるのに、瞬きした瞬間目の前まで来るぐらい早く動いてたら怖いじゃん。上がってきた。こっちだよ。ね、ほんと気をつけてね。大丈夫だよね。このスタミナが切れた時に完全止まっちゃうのか、それとも歩くスピードになるのか知りたい。理科室はこっちだよ。
邪魔します。勝手に動いてる。まだ動かない。だから私まで動かないのに勝手に。おい二人ともこっちこっち。いる。動くってこの骸骨のことかな。ねえゆけも目を閉じてみてよ。さっきと言ってることが違う。絶対目閉じちゃダメだよって言ったじゃん。えってなってるよ。え僕が動くかどうか見てるからさ。本当に動いたらどうするの。いや3人で目閉じないとダメなんじゃない。そしたら試さないと噂が本当かわからないじゃん。では私が見てるので目閉じてもろて。ねえゆけもお願い、しばらく目を閉じててひどいんだけど。あ、分かったよ。いい子かゆけも。本当に動いたら嫌だから私は離れて見てるね。それはそうだよね。私もそうしよう。じゃあいいよって言うまで目を閉じててね。あ、分かったよ。え、絶対そんな勇気ない。両方押すんだ。はい、じゃあ行くよ行くよ。あ、行く、もう押すのか。行くよ。はい。あ、閉じた。怖い。怖いって。まだ。もう開けていいよ。あ、はい。あ。動いてた。全然。動かなかったよ。それはだって2人が目開けてるもの。それはちゃんとした実験になっていないよ。よかった。噂は嘘だったんだ。いやいや、次の噂は本当かもよ。行こうよ。やだ、私たちも行こうか。コクンってかわいい。はい、どこに行ったらいいんだ。どこ行った。もう早いの行くの。どこ行った、どこ行った。あ、出たのかな、出たのかな。どこの上、どっちにいたの。多分こっちなんだろうけど。待って、ゆきえも、あれ、さっきまであったっけ。目を閉じてた時に別のものだったんじゃないの。動いてたの。ノートの切れ端が落ちてる。何か書いてあるよ。読んでみよう。うん。あ、学校の七不思議って聞いたことある。対処法知っとかないと、お化けに会った時に、ああやられちゃうんだってさ。うちの学校にも七不思議ってあるの。僕にも教えてよ。え、一つ目の噂はね、真夜中の学校に入るとのっぺらぼうの大男に。全然違う。骸骨がちょっと動くとかじゃなくて、もっとめっちゃ怖い感じになってる。首を切り裂かれる。それって本当なの？出会ったらどうすればいい？どこかに逃げ込むしかないね。どこに？え、これ交換日記かな？誰が書いたんだろう？あ、どうしたの？早く来てよ。うん。
ね、教えてあげた方がいいんじゃない？この子だけ情報共有できてないよ。ほうれん草って知ってる？行かなくちゃ。いや、ほうれん草しよう。うん。わあ。ねえ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 、ちょっと待って、ちょっと、共有しときたい情報が、あれ？あ、止まっちゃった、勝手に。ゆきえも、早く行こう。ごめん、場所間違ったかも。ん？あ、ごめん。もう本当に、方向音痴。うん。次の噂を確かめよう。こっちだよ。なんだろう。あ、置いてかないでよ。あ、え、あ、麦、麦入ってきちゃった。麦待って。動かないな。ゆきえも、ゆきえもどうしたの？うちの猫がついてきちゃったの。え、猫？猫なんてどこに？麦追いかけなきゃ。え、ゆきえも？だから置いてダメだ。あ、あ、あ、すぐいた。麦、行っちゃダメだよ。ああ、勝手に動いてます、これ。勝手に動いて、あ、か、あ、ああ、委ねられた私に。こら！麦ちゃん！どこ行ったんだろう。ここ、何室、え、廊下？あ、待って、あ、勝手に動いてる。え、麦、どこ？待って、怖い廊下の絵みたいの。どこへ行っちゃったんだろう。早く見つけなきゃ。ああ、そこで目閉じたね。今のは一体もしかして本物のお化け？いや、よく目閉じたよね。あそこで閉じたら動くって教えられてるんだもん。骸骨だったけどさ、急いで麦を見つけなきゃ。あそこで両目よく閉じれたよ。じゃあ今度からさ、あ、こうやればあれなんだね。で、まあ、前作前々作をプレイした感じ、まあ、危険になったら、まあ、前作とかは隠れるっていう感じだったけど、今回の隠れる行為っていうのがこれに当たるんだろうね。で、あのドクンドクンが完全に消えるまで開けちゃいけない。まあ、隠れたとこから逃げたら
出たらいけないのと一緒だよね。なんか興味心でさ、ちょっとチラ見したいなと思ってピュッとかこうやっちゃったりすると、即ゲームオーバー演出がね入ると思います。ここ何にもない、こういうとこ探したりしなくていいかな。やめとこうか。でもなんか落ちてるよ。あ、落ちてるじゃん。こんなところにノートが落ちてる。先生が書いたものみたい。知らない名前の生徒のことが詳しく書いてある。私も先生にこうやって書かれてるのかな。あー、うん、なんか体験版だから素直にあんまり寄り道しない方がいいかなって思ったけど、なんかもう今みたいにあるかもね。こっちに行ってみた方がいいのかな。あ、あ、あるあるある。ん、うん、あ、石だ。こういう石を投げて気を引くんだろうね。石を投げて音を鳴らして、なんかこう敵とかがさちょっと移動した時に隙に通るみたいな。水遊び。こことか読めないか。怖い。これは下で、ね、この絵怖くない。これ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 、なんでもないんだ。この回でいいのかな。どうしたらいいんだろう。マジで怖いんだけど。下に降りるの、上がるの。あ、ちょっと下見ながら、ちょっとな、うわ、大丈夫。でもこれは違う。どうしたらいいんだろう。これ いけないってことだよね。ここはいけないわ。待って、スタミナが切れたらどうなるか先に。でもいるって、敵がいるってことは逆にこっちなのかな。いやー、でもあの敵知ってる。見つかったら相当ダメなやつだ。多分ダメだ。ごめん、ダメだと思う。あれ、ユケモンセンサー的にダメ。あいつ多分ちょっと強い敵だと思う。その前作にもいなかった、あのお化け。ちょっと待って、このまま走らせて。どうなるか。スタミナが切れたら、切れるよ。あ、止まらない止まらない。ゆっくりになるだけじゃん。オッケー。じゃあ、押し続けて大丈夫そう。出た。止まった方が早く回復するかも。多分。よし、じゃあ行こうか。上に行ってみ、はい、また、学校の地図。空き教室。渡り廊下。南2階へ行けます。北2階。ここ北2階だよね。ここの教室ってこと？入れないよ。入れないけどな。あれ、入れないよ。入れないっぽい。ここに入るってことじゃないんだ。違うのかな。図書室でも行けなかったよね。あれ、どっか入れる教室ある？ちょっともう一回見てみよう。ここでさっきの教材準備室で、ここが図書室でしょ。もう入れないよね。で、こっち行けない。ん？行けないじゃん。ん？あ、まただ。生徒会室も入れなさそうだし、教室も入れなさそうだった。トイレ？トイレ行くのかな？ちょっと行ってみる？ 2 階とか行けるのかな？ちょっとさ、上行けるか行ってみようか。行けるよ。あれ？怖い。上行けた。ちょっと地図見てみようか。3階。音楽室、教室、教室、教室、トイレ。こっち見てみよう。はい。石か。アイテムをこれにしてどうやって使うんだっけ。投げるのこれか。はいはい、拾って。石を投げて敵をちょっと動かす
のをちょっとやってみよう。いたらね。あっ、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 いた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 。やば。うわ、さっきの釜男。うわ、いっぱいいる、いっぱいいる。待って、やばい。やばい。うわ、やばい。閉じるとかじゃないかもしれない。閉じるとかじゃないかも。あ、動ける。一応動ける。目閉じながら動けるよ。いなくなった。いなくなった。びっくりした。びっくりしたよ。あ、また上行けそう。どこ行ったらいいの？なんかヒントあったっけ？学校の地図。音楽室入れないし、教室も。手前のは入れたけど、あの奥のね、奥のトイレとかももう見てくるか。どうしよう、怖かった。うわー、あれ、いなく、あ、いや待って、わ、こっちに出てる、出てきてる。どうしよう、出てきてた廊下に。わっ、え、待って、もう無理、もう無理、もう無理。ここ扉のこっち側にいたら大丈夫かな。あ、ダメだ、通り過ぎると。え、え、いなくなった。あ、えー、なにこれ。うわー、嘘つき、嘘つき、嘘つきすぎる。待って、怖い。これいなくならない、逃げていい、目開けて。はい、向こう行けない、これ。行け。あ、意外とこう行けるのか。ってことはさっきの1回も行けたのかな。敵がいたところ、こうやってやって歩けば行けたのかもしれない。ふう、怖いわー、やめてよー。ふう、でこっち側も教室があった。うわうわうわ、いますね、いますね。こうやると見えないんだね。これも目を閉じて、はい。え、えー、当たったらダメ？あれ、し、当たったらダメなんだ。え、どこから？ここどこから？あ、2階からだ。うん。え、じゃあせっかくだからトイレ行ってみようか。当たったらダメなんだ。てかさっきのさ、白い幽霊っぽい、お化けっぽいのさ、こうやったらさ、見えなかったよね、多分。見えなくなったから当たっちゃった気がするけど。はい。じゃあちょっとこっちに、こっちも通れるかな。あれ？お化けいなくない？あ、いるか。いる。うわ、二人もいるじゃん。え？二人もいるじゃん。これ無理じゃない？大丈夫？これ無理じゃない？無理じゃない？怖い怖い怖い、当たったらやばいんだよ。当たったらやばいんだもん。当たったらやばい、当たったらやばいって、当たったらやばいって。怖い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 、もう怖いよ、もういいから、まだダメから。え、行き止まりなんですけどね、行き止まりなんですけど。嘘でしょ。いや、怖い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 、トイレってね、嘘じゃん。ここはどこがトイレだった？あ、あ、ここトイレだ。ドアかと思った、これ。トイレ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 来た。うわ、怖い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 、なんだろう。あ、あ、鳥がいる。鳥じゃない、これ。と、鳥じゃない、鳥じゃない。こんなところにひよこがいる。どこから逃げてきたんだろう。連れて行ってあげよう。うん、はい。え、でもさ、これと、鳥を持ってたら、目閉じれない。目閉じれない！鳥持ってたら目閉じれない。ちょっと待って。あああああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、なにこれ。どう、ずっといる、ずっといる。ダメだ、これ、目開けたらダメだ。なにこれ。どうしたらいいの、ね。ずっと
絶対つきまって、ずっとつきまとってくる。これ目開けたらダメだよね。目開けたらダメだと思う。たださ、多分目開けたら死んじゃうと思うんだけど、死んでいいんじゃないの？死んだらあの階段のとこに戻れるんじゃないの？いわゆるあのデスルーラってやつでいいんじゃないの？ねえ、怖い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 。最高潮に怖い。ねえ、何これ、どうしたらいいの？もうやだ。許して許して許して。待って、ずっとついてくるんだけど、これどうしたらいい？ねえ、ずっとついてきちゃう。あ、ずっとついてくるよ。ねえ、終わったくない、これ。え、もう目開けていい？最悪。あ、もうダメだ、ずっとついてくるもん。目開けるよ、いくよ。はい。怖い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 怖デスルーラしたい。あー、なんだろこれ。あ、でもさ、殺されたくない？もう怖い。もう大丈夫？ねえ、なんだったのあれ。めちゃくちゃ怖かった。これさ、ほらほら、見えないよ。あ、いるわ、ごめん、見えてた。どうしよう、この先。もう上に行こう。もういいや、もういい、怖い。あ、でもここ終わりだ。ここが一番上だ。でもこれ当たっちゃうんだもん。ここじゃん。このあれ、なんか来てるない？私感知してませんか？え、動きが早すぎる。待って、この子だけ懐中で。うわごめん、本当にうるさくて。さ、懐中電灯当てたらさ、来なくなるとかないの？ダメだダメだ、この子ダメだ。 いけないよ、向こうに。でもさ、猫がいるって感じじゃないんだけど。あいー、あ、ダメ。どうしたらいい。ね、無理、あっち行けない。あ、またここからか。どうしよう、どこにいるの、どこにいるの、猫ちゃんは。どうしたらいいのこれ。待って、もう一回、なんとか、行くよ。石を、行くよ。行くよ。どうしたらいいの？ここら辺に。えい。えい。行けー！こうだ。ふぅ、怖かったもう、やだ、怖いよ。で、トイレ来たけど、にゃんこはどこにいるの？もう、あ、またなんかある。ノートの切れ端が。ここも一応開けれるんだね。なんもないけど、はい。さっきのひよこさ、あれ、ここにもノートの切れ端が落ちてる。読んでみよう。あー、七不思議の話、みんなすごく興味あるみたい。早く次を聞かせてって。今日は四つ目を教えてあげる。真夜中の美術室で絵画や銅像が起き出して部屋に閉じ込められるらしいよ。美術室。あ、これさ、これをヒントに七不思議を確かめに行かないといけないのかな。どうすれば助かるの？やつら光に弱いらしい。もし夜の美術室に行くんだったら懐中電灯を持っていくんだ。美術室の怖い噂だ。麦、美術室に入ったりしないかな。来た、情報が。じゃあ美術室行こう、早く。なになに、ちょっと懐中電灯切れちゃったの？ライトが消えちゃった。なんで今からまさにいる。懐中電灯をつけなきゃ。待って、つけたとき怖いぞ。行くよ。行くよ。待って、怖い。行くよ。はい。なんで、なんで。
でもさ、動いてもらわないと多分通れないんだよ、これ。動いてもらわないと、そういうギミックか。いくよ。動いて。来てる？ちょっと待って。そう。動いて。動いて。動いた？動いてなくない？って音が聞こえる。ああって。通れない。ねえ、どうして？目閉じたじゃんか。こっち向いてないとダメ？こっち向いてないとダメ。いくよ。動いて。あ、ずっと、もしかして何秒か閉じてないとダメなのかも。もういい？結構閉じてないとダメなのかも。動いてます？動いてなくない？あ、動いてきてる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 。オッケー、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 もうこれで通れる。なんか、って聞こえるんですけど。あ、そっか、まただ。まただ。怖い、怖い。どうしよう。またいる、またいる。だから、ここは目つぶっていっちゃダメだ。また骸骨動かすところからやろうか。これさ、ある程度近づかないと動いてくれなかったのかな。はい。あ、来てる。まだ動いてくんない。近づく？あ、来て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 。はい。怖い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 。どうしよう、ここ通るの難しいな。あ、待って、石は着実に減っている。もう閉じないぞ。目は閉じないぞ。美術室どこだっけ？ で、石がなくなった。石が。石拾いたい。美術室は下か。下だ。下だ、下だ。怖い。もうさ、鳥大丈夫だよね。鳥。美術室ここかな。ちょっと確認させて。あれ？違う。あれ？違う。美術室ってもう一回。あれ、こっちに行くのかな。あ、もう帰れなくなってる。美術室、さらに下？はい。麦！また落としてる。待って、麦ちゃん、待って。あ、行っちゃダメ。待って、落としてる。追いかけなきゃ。待って、あーってお声がしてるから、またいるよ。これはこうやんないとダメ？こうやってても、めっちゃ早くめっちゃ早く移動してった。なんで？怖い。石とかどっか教室に落ちてた。石がないと。いるいるいる、白いのが。石が欲しい。石が。そうだった。さっきも。こうやってやらないと消えない？消えた？もうちょっと待てば勝手に消えるのかな？ちょっとまだこのシリーズの仕様が分かってない。石ください、石ください。あ、石。石1個。あ、開いてる、美術室。なんだっけ、なんだっけ。懐中電灯当てたら大丈夫？外したら大丈夫？怖いな。待って、こうか。こういう風に動いていかないとね。動き出したら。なんかあるよ、これ。あ、関係ない？あ、ノートの切れ端だ。これ読んだらさ、これ読んだら銅像が動きそう。ノートの切れ端。
読んでみよう。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。どうしたの？お帰りください、お帰りください。待って、ここから。気をつけようね。あー！待って、気をつけよう。待って。待って、待ってー！走った方が良くない？走って、これ、走った方、かし、別にライター出なくても走るのでいける。走るのでいける。ライト情報に、ライト情報に、ライト情報に、あ、見て、泣いてる。ライト情報に惑わされたけど、普通に走るだけでよかった。見て、ほら、血流してる。普通に走るだけでよかったじゃないか。あ、びっくりした。一体何が起きてるんだろう。あ、そっち行けないんだよ、ボギー。あ、麦を追わなきゃ。あ、またなんか落ちてる。石ください。うん、麦を追わなきゃ。でも上行けないよね。回らなきゃ。怖い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 。また赤ちゃんいたらどうしよう。手前からも音がする。うん、やっぱ止まった方が早いな。こっち、こっちって言ったっけ？うん。こっちのトイレとか行ってないけど、もういいよね。とりあえず素直に麦を追うよ。2階なのかな、麦ちゃんは。どこに行ったんだろう。ちょっとこっち側行ってみようか。怖いなぁ。ふぅ。ふぅ。あ、え？え？鳴ってます。どこの？え、こっち？え？どこ？あぁ！勝手に動いてる、勝手に動いてる。え？あ、私に任された。何がいるの？閉じたよ。目閉じてるけど。怖い怖い、目閉じてます。怖いから。ね、何がいるのこれ。開けていい？でも開けたらゲームオーバーになりそうじゃない？開けたい。え、開けていい？あ、待って、勝手に開けてない。開けてないよ。今勝手に終わったモードが。何だったんだ、何がいたんだ。ごめん、もしかしたらお化けの姿を確認できたのかもしんないけど、速攻目閉じちゃった。怖っ。電話どこから鳴ってたんだろう。ふぅ、怖い。ああ、落ちてる、落ちてる。うん。あれ、麦はまだいない？もっと上？もっと上かな。ふぅ、怖いよー。さらに上っぽいよね。ああ！逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ！逃げろ逃げろ。隠れなきゃって言ってた。隠れなきゃ、隠れて。麦ちゃん、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 そっちで、そっち。オッケーオッケー。怖い。あ、麦ちゃん、麦、待ってよ。はあ、あれさ、あの、わー、例えばわー出てきたと思ってここでこうやってやってもさ、ダメなんだよね、きっと。目閉じてたからって相手はスルーしてくれるとかじゃないよね、きっと。え、どっちなんだろう、わかんないな。見つかっちゃってたらもう逃げるしかないのかな。麦、行っちゃダメだよ。うん、待って待って。どこ、どこだ、これなんだ、音楽室。あ、さらに上。あれ、こんなとこあったっけ。向こう側にはなかったよね。うん、向こう側には、あれ、まだあったっけ。はい。あ、屋上に行く、そうだよね。え、はい。あれ、屋上の鍵が開いてるんだ。
屋上に。ああ、出たらもう戻ってこれなさそうだな。出るよ。まっすぐしか、あ、え、え、人？なんでこんなとこに？え？あ、声をかける、声をかける、かけない。声を。かけます。かける。え？あ、こ、え？声をかけるか選べない。なんか私、フラグを回収してないのかな？声をじゃあかけないで。なんかフラグを回収してたら選べるのかな、あれ。まぶたの裏で君が、うん、わあ、わあ、やっぱ屋上出たらもうあれ戻れなかったんだろうな。わかんない、戻れてまだフラグとか回収できるのかもしれない。え、このあと雪山とかどうなるの？っていうかあの友達たちは？はい、タイトル画面へ。続きからとかはできたりしないのか、初めからか。はい、ということで夜回りさん、この雪山たちのね話が本編にどうつながっていくのかなっていうところではあるんだけど、やっぱり怖かったし面白かった。あんなに可愛らしいさ、二頭身のキャラが動くだけなのに本当にびっくりさせられる。はい、本編のね発売を楽しみに待ちたいと思います。その時はねまた実況プレイさせていただきますと思うので、よかったらねお付き合いくださいということで、夜回りさん体験版プレイお付き合いありがとうございました。イケモンでした。じゃあねー。